はい、それでは簡単に説明していきますけれども、まず数字の9が上に乗っかってますね。で、この女性の写真はセレクトサブジェクトで切り抜いてあります。これかなり早く切り抜けますね、あの AI 機能を使えば。で、ベタ塗りでマゼンタにして背景に置いて、で数字の9も後ろにありますね。ですからこれをクリッピングマスクにしますね。そしてコマンド J、コントロール J で複製をして、消しゴムツールで消していきます。これね、消してるだけなんですね。ただなぞってます。ただポイントはこの髪の毛の部分なんですね。で、今のこれブラシだとこんな風になっちゃうんで、このブラシの選択というのがポイントですね。これが完成したものです。